してるの？お帰りなさい。ずいぶん遅かったんですね。何かご用ですか？お腹空いてませんか？この間のお詫びに何か作って差し上げようとお待ちしてたんです。何にも食べたくありません。帰ってください。食事を楽しむのは夢の中だけですか？人と交わるのも。あなたの目的は何なの？中に入れてもらえませんか？ゆっくり話しましょう。ダメ。あなたが明晰夢の中で僕と出会ったのは何かの運命かもしれない。ただの偶然よ。あなたが琴教授や優子ちゃんと出会ったのもただの偶然ですか？信じてください。僕はただあなたの力になりたいだけ。あなたのこともっと知りたいんです。どうして？あなたのことが好きになったようだ。帰って。もう二度と来ないで。